そういえば、ナオコさんって、もうすぐ日本に帰ってくるんですよね。はい。もう、あと2週間後に帰ります。ねえ、この前、スカイプでね、メッセージしてたら、いやー、日本に帰るんですよ、みたいな、言ってたの で、はい。ちょっと僕はびっくりしてます。はい。ねえ、ナオコさんの出身は？日本のどこですか？私の、出身は千葉県です。千葉県ね。はい。うん。ずっとそば、あ、千葉県で育ちました。ねえ、千葉県。僕、この前、千葉県に行きましたよ。この前。どうですか、千葉県。千何葉もないです県、よね。東京から行きやすいので、いいですよ。そう、それだけしかないですね、千葉県のいいとだけころ。ですか？だけですか？だってディズニーランドとかあるじゃないですか。そうですね。でも、ディズニーランドも、名前は東京ディズニーランドなので、東京に取られていますね。られてますね。でもこの前千葉駅に行ってきたんですけど、すごく綺麗で、広くて、なんか新しくて、良かったですよ。また駅に行きたいです。駅に、私は、千葉駅は、行ったことないかもしれないです。あ、そうなんですか。あれ、千葉の方が千葉駅に行ったことがないんですか。あれ。そうですね。実は行ったことないですね。千葉駅から住んでいる場所が離れていますか。そうですね。ちょっと離れています。けんさんはどこ出身ですか？そして今はどこに住んでいるんですか？実は出身は愛知県です。愛知県、おお。名古屋の近くの瀬戸市っていう場所なんですけ瀬戸市、ど。そう、まあ愛知県ですけど、今はね、東京にいます。ああ、東京に、おお。そう、この1ヶ月間、夏の1ヶ月間だけ東京に住んでいます。ホテル暮らしですか？いや、何を言ってるんですか。そんな、お金ないですよ。でも、1ヶ月間だけ家を借りたんですか？ちょっとね、状況が特殊で、ここは友達の家です。わ、ですも、ごい。その友達は今、ここにいません。空いてるお家 そう、ですね。友達の家なんですけど、ここに住んでる友達は今アメリカに行っています。なすのごい。で、僕が代わりにこの家を守っています。なるほど。すごい、いいですね。ラッキーですね。ラッキーですね。ありがたいですよ。僕は友達に恵まれていますすごい。なんね。か人脈が広そうですね。たくでさすんか友達ね。がいそですか？そうですか？ はい。でも結構ね、東京に友達がたくさんいて、まあ、よく東京には来るんですけど、それで、直子さん、日本に帰ってきて、千葉県に帰るんですか？そうですね。最初は千葉県の実家に帰る予定なんですけど、その後は多分沖縄に行く予定です。沖縄？それは旅行ですか？それとも引っ越しですか？引っ越しです引っね。越しですか？あ、ええー、沖縄、すごもともとスペインに来る前の3年間くらい沖縄に住んでいたので、また沖縄に帰るという感じです。なるほど、なるほど、そういうことですか。へえ、沖縄が好きですか？じゃあ。大好きです。じゃあ、日本に帰ってきたら、沖縄でしたいことはありますか？そうですね。沖縄のそば、
沖縄そばを食べたいです。美味しいですよね沖縄そば。あ、もうはい、なんかやっぱり1年間沖縄そばを食べていないと恋しくなります。なりますか、やっぱりなりますかね、うん、うん、はい、実は僕1年半ぐらい前かな沖縄に旅行に行きましたよ。あ、うん、どうでした、うん、好きですか。ああ、よかったですね。あの3月に行ったんですよ確か。3月、うん、はいはいはい、あのたくさん沖縄料理を食べました。はい、沖縄料理は好きですか。好きです、はい、うんうん、そう、沖縄はね食べ物が美味しいから僕はまた行きたいです。そうですね、はい、うん、ぜひあの私が沖縄にいるときにぜひ来てください。じゃあいるときに行きます。いるときに、そう、あの沖縄観光、沖縄案内したいです。案内してくれるんですか。はい、もちろん。 ありがとうございます。あの、ね、楽しみにしてます。あの、ちなみに Naoko さん、ね、日本に帰ってきて他にも何かしたいこととか行ってみたい場所とかありますか。そうですね、スーパー、日本のスーパーに行ってなんか日本食を買いたいですね。ああースーパーね、はいはい、スーパーとか、まあ、コンビニとか、あとはレストランもう行きたいですね。ああ、そうなんですね。あの、はい、スペインには日本みたいなコンビニがありますか。日本みたいなコンビニはないと思います。ないですね。ああ、そうなんですか。へえ、はい。なんか、今僕東京にね、住んでいて、よく外を歩きますけど、50メートル歩いたら、コンビニがあって、また50メートルぐらい歩いたら違うコンビニがあって、ね、でまたもうちょっと歩くと違うコンビニがあって、コンビニばっかりですね。そうですよね。なんかたまにコンビニの目の前に別のコンビニがある時もありますね。あー、それありますね。でも時々ファミリーマートがあって、はい、道路を挟んでその反対側にまたファミリーマートがあるときありませんか。はい、あれはどうなんですかね。必要あるのかはちょっとわからないです。よくわかりませんけど、すごいですよね。うん、本当に日本のコンビニの数はすごいですね。そうか、そういう場所に行きたいんですね。日本らしい場所、コンビニとか。そう、そうですね。スーパーとか。あとはもちろん、あの、友達にも会いたいし、いろいろやりたいことはたくさんあります。うん、あ、いいですね。じゃあ、日本に帰ってくるのが楽しみですか？そうですね。今は楽しみなんですけど、でもやっぱり寂しい気持ちもとてもあります。ああ、それは、あの、スペインを離れるのかっていう。はい、そうですね、うん。嬉しいけど寂しい感じです。ああ、ちょっと複雑な気持ちですね。そうですね。うん、